ゆうこさん、うん。このプラントディスラプショントレーニングで、いろんなね、バスが遅れたりとか、はい。ブラジルなんかそんな日常茶飯事じゃないですか。そうそうそう。それは言いたかったの。リフチンは日常茶飯事だから、それはね、子供育てるのにいいなって、うちの夫も言ってる。例えばね、よくパーティー会場とか、トランポリンとか、遊具があるわけですよ。で、すごい人がいるから、トランポリンやりたいけど、すごい人が並んでるわけですよ。で、ちっちゃい子でも並ばなきゃ、それに乗れない。いけない。ね、だから、もう、やりたいんだから並ばなきゃいけないんだ。何時間でも待つわけですよ、ちゃんと。でも、そこにパッと、割り込んでバッて行く子もいるわけですよ。だからといって、何ってわけじゃない。もう、まあ、車内入っちゃった、みたいな感じで、でも、待たないと、みたいな。いっぱい理不尽があって、ね、まあ、ちっちゃいことから言えば、バス停でバス待ってるけど、日本みたいに何時何分に何線のバスが来るみたいなのも書いてないし、電光掲示板であと何分で着きますみたいなのも書いてないし、で、どこどこ行きのバスがここに止まりますなんていうのも、大体なんか落書きされてて見えなかったりするし、そしたらもうその辺にいる人に聞くしかない。その辺の現地の人だなっていう人を探すとか 探して、その人に聞くしかないとか。まあ本当に理不尽はいっぱいあって、生きていくための術は、ね、磨くには、メンタル強くするには結構いい環境ではあります。日本でね、ずっと優子さん育ってこられて、でブラ ジルはい。行ったり、そういった部分でのメンタルの強さというか、動揺しないだったりとかっていうのは、子供でも。自分自身ですか？そいや、こで動揺しないと別か？に見て、ブラジルの子供、日本の子供と比べてとか、いや、本当にね、強いし、例えば、なんだろうな。なんか、日本ってね、この道具で、じゃあ、例えば、トイレ掃除はトイレ掃除用のたわしじゃなきゃトイレ掃除できないって、なんか 頭があって、トイレ掃除したいならトイレ掃除用のたわしを買ってくるって思うじゃない。でもないんだったらなんか他のもので洗えばいいとか、なんかそうそう、変な例えだけど それはもう普通で、大人からみんな。で、こっちはよく言われるのは、ジェイチーノっていうのは、その場の臨機応変、そこ、その場で臨機応変に対応するっていう、まあ、日本でよく言われる臨機応変に行きましょうって、口うるさく言わないと臨機応変に行かないものが、こっちは臨機応変に行くの普通、それが普通みたいな、っていうところはありますよね。だから、いいところもあるけど、悪いところもあるけど、私は、面白い、ところかな。それで選手もやっぱ強くなりますよ。そういう面ではね。予定通り行かないと当たり前だから。急に何か事故があったわけでもないのに渋滞するとか。で、雨降ったら練習にみんな来ないとか。そう、なんかこの間も選手連れて、練習会場行く用の、試合でね、練習会場行く用のバスが何時何分に出ますって言われてたんだけど、じゃあそのためにって言ってバスの、ホテルのロビーに、その時間に間に合うように5分、10分前ぐらいに集合、みんな集合してたんですよ。でも待てど暮らせど来なくて、結局30分ぐらい待たされたんだけど、誰一人文句言わなかったですね。その場を楽しんでるっていうか まだバス来ないから会話楽しんでよ、みたいな感じで。それ見たときに、あ、この子たち強いなと思いましたよね。そこでストレス抱えないっていう。その辺なんかドイツなんかも几帳面って言われますけども、なんか渋滞だったりとか電車が止まったりなんか結構割とあるし、そうした時にわやかしみんなで和気あいあいみたいな感じもあるんですよね。いや、ドイツのチームとよく一緒になることあるんですけど、バスの中でね、まあ、大きな大会で負けて、団体戦で負けて、ドイツが。で、まあ、その時点ではしょぼんとするんだけど、終わってバスでホテルまで帰る。もうだから終わってすぐですよね。
の時には、もうこう気持ち切り替えて、もう、どんちゃん騒ぎみたいな、バスの中どんちゃん騒ぎみたいな。すごい、この切り替え、結構すごいんだなと思って。そのチームの雰囲気もあるかもしれないですけど。ねえ、いや、ありがとうございます。